皆さんこんにちは、マリアです。今日は皆さんに大事なお知らせがあって動画を撮影しています。そのお知らせというのは、オージーだって塚尾田です。メンバーシップ始めました。ということで、すでにね、インスタグラムとかでも発信をしていましたけれども、メンバーシップね、ついに始めました。で、このメンバーシップどうして始めたかというと、やっぱりこう宝塚ファンの皆さんで遠方に住んでいらっしゃる方とか、まあ、宝塚とか東京以外の場所に住んでいらっしゃる方だと、身近にね、こう宝塚ファンのお友達とか知り合いとかが少なくって、一人で宝塚ファンしてるんですっていう方もね、結構多いようなんですね。で、そこでマリアさん、どうか宝塚ファンの皆さんが集える場所を作ってもらえませんかとか、宝塚ファンの皆さんと交流できる場所はないですかっていうリクエストをね、本当にたくさんいただいていました。で、もちろんね、SNS とかで発信されている方も多いと思いますが、やっぱりね、SNS ってこう楽しい反面、つながっていくことで怖いこともね、起こってきますし、そういうことが怖くてなかなかね、好きだという気持ちを発信できない、宝塚愛を発信できないっていう方もね、多くいらっしゃいます。そこで私がこの YouTube チャンネル OG だって塚尾田ですのメンバーシップを始めることで、その中でね、しっかりとコミュニティを作って、宝塚ファン同士の皆さんの交流ができるようにしたいな、そして私自身も登録してくださってる皆さん、そしてもっともっとたくさんの宝塚ファンの皆さんと交流したい、コミュニケーションを取りたい、そしてもっともっと宝塚ファンの輪を大きくしたいと思ったので、このね、メンバーシップ制度を開始いたしました。で、もうすでにね、入ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。もう早速ね、入ってくださってコミュニケーションをね、取らせていただいてるんですが、それではね、今日はこのメンバーシップ制度どういうものなのか、またどんな特典があるのかについてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。ではですね、まずこのメンバーシップ制度というものなんですけれども、まあ、月額、私のチャンネルでは490円でメンバーシップになっていただくことができます。で、メンバー限定の特典というものがありますので、メンバーシップになっていただかないと、その特典を得ることができないんですね。で、メンバーシップの方とメンバーシップじゃない方との違いっていうのはもう本当に単純なところで、メンバーシップ特典を受け取れるか受け取れないかの違いになります。なので、これからお話しするメンバーシップ特典がどういうものなのかを知っていただいて、その上で月額490円でメンバーシップに入るか入らないかは皆さんでね、決めていただければと思います。はい。ではですね、メンバーシップどのような特典があるのか順番にご紹介してまいります。まずはこちら、メンバー限定バッジですね。これはですね、メンバーになっていただくと、皆さんのアカウント名ありますよね。コメントとかでもね、よく皆さんね、コメントしてくださってるんですけれども、そのコメントなどをしてくださる時にも、皆さんのアカウント名の横にメンバーシップですよという証のバッジがつきます。これはね、なんか会員証みたいなもんですね。で、このバッジがご覧のような、はい、6種類になっていまして、これは入ってからどれぐらい経ったかによって色がね、変わっていくような仕組みになっているんです。なので、最初入会した時はピンクだったけれども、一定期間入会期間が過ぎると今度は違う色に変わっていくっていう感じなので、最後のレインボーカラーを目指して皆さんね、末永く私と共に塚尾田ライフを楽しんでもらえると嬉しいなって思います。なので、皆さんがね、 YouTube ご覧いただいて、コメント欄とかを見ていただいている時に、あ、この人はどれぐらいのメンバーシップの方なんだなっていうのが一目でわかるようになっているんですね。なので、そのあたりもまたね、楽しみにしていただければいいかなと思っています。はい。さあ、そして次の特典はこちら、メンバー限定絵文字スタンプですね。
で、これはですね、通常コメント欄にね、皆さんコメントを書いていただくときには、ご自身が持っている絵文字とかしかね、入力することができません。ですが、メンバーシップに入っていただいた方には、特別な OG だって図鑑オタですのメンバーシップ限定の絵文字を使っていただくことができるんですよ。これね、本当に可愛い絵文字を今、実は用意しているんです。そして、とっても、とっても素敵な方に、そのね、絵文字を書いていただいています。それが、誰かと言いますと、じゃじゃーん!皆さん、わかりますか?はい。もうね、宝塚ファンの皆さんならよくご存知だと思います。篠原弥生さんに、今回、OG だって図鑑オタです。このチャンネルのメンバーシップ、特別な絵文字をね、書いていただいています。もうこれはね、どんな絵文字にしようかなって私も考えて、やっぱり宝塚ファンならこの絵文字でしょうっていう絵文字を10個、ご用意していますので、ぜひね、皆さん、これを楽しみにしていただきたいと思いますし、もうね、本当に篠原さんのイラストが可愛らしくって、私自身がもうキュン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 するような絵文字で、すでにね、YouTube のお知らせのところでも、ラフ画をね、ちょっとご紹介させていただいたんですけれども、ああいう宝塚ファンならではの、とっても可愛らしい絵文字になっています。もう本当に篠原さんの方もね、まだ読んだことがない方もね、宝塚オタクとして、宝塚ファンとしてぜひ読んでいただきたい、本当にね、素晴らしい本になっていますので、こちらの本の方もね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。さあ、そして、篠原さんのね、スタンプご紹介させていただいた次はこちら。メンバーシップ限定の動画や YouTube ライブですね。で、メンバーシップをね、今回始めましたので、私もね、YouTube ライブとかをどんどんやっていきたいなと思っています。で、その代わりに今までやっていたようなね、一人でのインスタライブとかはほとんどやらなくなっていくような気がします。あちらではもう本当に旅の話とかね、プライベートなお話はしていきますけれども、宝塚に関する発信は基本的に YouTube メンバーシップで行っていこうかなと思っています。なので、YouTube ライブもメンバーシップの方しか見れないような設定にしたいと思います。一般の、登録者の方には見ていただけないような特別なね、YouTube ライブとか行っていきたいと思います。あとは、まあ、これからね、ちょっとゲストとかもね、呼びたいなと思うんですけれども、ゲストとの特別動画とかも、YouTube のメンバーシップだけで、発信していきたいなと思っていますので、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。YouTube ライブはね、いろいろ考えてるんですけれども、例えば花組を語る会とか、月組を語る会とか、そういう組別のことを語るような会を作ってみたりとか、あとは初心者向けの会を作ってみたりとか、あとは往年のね、長年宝塚を愛してくださっている宝塚ファンの皆さんと語る会を作ったりとか、その、何をやるかはね、毎回変えていきたいなとは思っています。あとは、ライブ配信を見ながら皆さんと楽しむ会とかね、もちろん映像とか音声は、著作権のね、関係があるので出せないんですが、まあ、皆さんと一緒にライブを見ながら、あーだこーだ言う会っていうのも、ちょっとやっていきたいなとか思っているので、このね、メンバーシップ限定の YouTube ライブ、メンバーシップ限定動画とかも楽しみにしていただければいいかなと思います。はい。さあ、そしてですね、次は、もうすでにね、盛り上がってるんですけれども、こちら、メンバーシップ限定コミュニティですね。これはですね、メンバーシップになっていただいた方のみ招待するオープンチャットになっています。で、LINE でね、オープンチャットをやっているんですけれども、すでに、図鑑オタクラブとして、もう入会してね、皆さん、ファンの皆さん同士でコミュニケーションをとって、結構ね、もう盛り上がっていて、私がいなくても、全然ファンの皆さん同士で情報交換して盛り上がっていただいています。で、こちらがですね、オープンチャットっていうのね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、通常 LINE って自分のね、本名だったりとか、個人情報がわかるような感じになってるじゃないですか、アイコンとかもね。
なんですけれども、オープンチャットって個人情報がわからないようなチャットになっていまして、アカウント名も自分の好きなニックネームで作れますし、お写真とかもね、好きな写真を貼っていただいて大丈夫なんですね。なので一切個人情報が漏れることがないので、安心してご利用いただけるようなチャットになっています。そして私のね、この YouTube メンバーシップのオープンチャット塚歌クラブは一切ネガティブ禁止にさせていただいているので、例えば生徒さんや歌劇団、作品、演出家、OG などへの悪口だったりとか、ネガティブな感想、ネガティブな発信は一切禁止していますし、メンバーさん同士の攻撃とか注意とか、そういう嫌がらせなどももちろん禁止にさせてもらっています。あくまでポジティブなこと、愛を語ったりとか、皆さんのね、嬉しい感想を述べたりとか、あとは好きな生徒さんについて語ったりとか、あと今ね、結構皆さんね、情報交換してらっしゃるので、宝塚周辺でどこが一番美味しいですかっていう食べ物屋さんのお話とか、あとグッズの整理方法とか、そういうことをね、皆さんで情報交換されています。とってもね、楽しいコミュニティにしていきたいと思いますので、メンバーシップに入らないと、このコミュニティには入っていただくことができませんので、ご了承ください。はい、さあ、そしてもう一つ特典がありますね。特典こちら、メンバーシップ限定オフ会ですね。もうね、皆さんリアルでね、会うことが多くなってきましたし、コロナも落ち着いて第5類にね、種類分けもされていきますので、ここからはオフ会もね、やっていきたいなと思っています。でもちろんこのオフ会の招待もメンバーシップの方のみとさせていただきます。なので、まあね、ちょっといろいろね考えてるんですよ。どこでやろうかとかもね考えていますし、そうですね、何人ぐらいの規模でやろうかとかっていろいろね考えて、とにかくファンの皆さんが楽しんでくれるように、宝塚をもっと好きになってもらえるように、そして私もそんな宝塚ファンの皆さんと一緒に塚歌ライフを楽しめるようにね、メンバーシップの特典とかもこれからね、ちょっと充実させていきたいですし、メンバーシップに入ってくださった皆さんと話し合いながら、ああいうことやりたい、こういうことやりたいっていうのもね、増やしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんね、メンバーシップ入っていただければと思います。そしてメンバーシップの入り方、登録方法に関しては概要欄に詳しくご紹介しておきます。まあね、参考動画などの URL も貼りたいと思いますので、そちらを見ていただいて、ね、会員特典のね、限定のものとかもしっかりと見ていただいた上で、やっぱりね、メンバーシップ入ってもっともっと宝塚オタクライフ充実させたい。そして宝塚ファンのね、仲間が欲しいっていう方々にもね、入っていただいて、皆さん同士で交流していただければ嬉しいなと思っています。はい。ということで、OG だって塚オタです。これからもまだまだ盛りだくさんの内容でお届けしていきたいと思いますし、塚オタライフ皆さんで楽しんでいきたいと思いますので、どうぞこれからもチャンネル登録していただいて、メンバーシップの登録もよろしくお願いします。それでは、これからも OG だって塚歌です。皆さんどうぞよろしくお願いします。